んにちは。10月になりすっきり秋らしくなっていきましたね。秋といえば食欲の秋とか芸術の秋とかスポーツの秋とかいろいろありますが、私は食欲の秋です。サンマとかかぼちゃとかさつまいもとかいっぱい食べて元気に頑張っていきたいと思います。それでは10月のペット大集合ワンニャンパーク始まります。企画小塚田店長です。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。店長、10月になって、はい、ちょっとこう寒いなって感じる時が多くなってきましたけど、はい、そうですね、はいはい、秋ってお外出るんですか？お家にいるんですか？いないです。いないんですか？基本はいないんですけど、どこへ行くんですか？秋って、はい、まあ、自分紅葉が好きなんです。意外、ただ、うん、好きなんですけど、はい、そのなんかこう紅葉を見ている時に、うんうん、なんかこう寂しさを感じてなんかこう寂しいんですよ。とにかく店長が寂しくなる時あるんですね。レアですね。で、はい、ただ寂しい割には家にもいないし、うん、出かけたり、はい、こうワンコ連れて行くんですけど、ワンちゃんと店長と紅葉の絵があるんですか？ある、あります、あります。なんかロマンチックってかっこいいですね。いや、寂しいだけです。いや、でも秋っぽくていいんじゃないですか？なんかお祭りがあって花火があってなんか趣味 の、はい、あの遊びがあって、はい、そうですね。なんかこう秋ってこう落ち着く時期じゃないですか。冬になったらだってまた遊び始めるじゃないですか。滑り始めるんじゃないですか、また。いや、遊び人ではないです。あ、本当ですか？しっかり働いてます。はい、もちろんです、はい、もちろんです、はい、じゃあ秋、じゃあ寂しい秋をじゃあそうです、ね、ゆっくりとこう過ごしていただいてね。はい、かしこまりました、はい、またその話を聞かせてください。はい、かしこまりました。それでは今月のテーマは何でしょうか？はい、今月のテーマはワンちゃんの温度管理について お伝えしていきたいなと思います。秋っぽくていいですね。そうですね、やはりその温度変化っていうのがすごくこうワンちゃんたち、こう動物たちに負担がかかるっていうのをちょっとこうお伝えできればもっとよりいいこう生活ができるのかなと思いますので、はいはい、お伝えしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、店長、はい、温度管理ということなんですけど、はいはい、温度管理って人間とワンちゃんってこうちょっと違うんですかね？うん、やっぱりそうですね、違います。はい、要は私たちってこう大体こう身にまとってるじゃ洋服とかを、なのでこう温度を感じる場所って大体この顔周りとかでまず大体は感じてると思うんです。そうですね。そうするとやはりこう高さって生じるじゃないですか。こうワンちゃんが生活してる場所と私たちが感じるこう温度を感じる場所と。そうですね。なので大げさに言いますけど、うん、うちの家で言うと、はい、2度から3度ぐらい違うんですよ、やっぱり。あ、結構違うんですね。はい、しかも秋とかこれから寒くなってくると、はい、暖かい空気がこう上に行っちゃって、そうですね、足元が冷たいイメージがあります。はい、余計その温度差っていうのが出てくる可能性も高いと思います。なるほど。はい、なので、はい、やっぱりその温度管理っていうのはこう温度をこう高くするっていうのもいいんですけれど、はい、まずは今のそのワンちゃんの生活してる場所がどのぐらいの温度でこの子らは生活してるんだろうということで、うん、温度計をやはりこう床に近いところに設置してみるとかね。ワンちゃん目線の。そうですね。なるほど。やっぱり温度をこう可視化するようにしていけば、はい、うん、やっぱりその空調管理もしやすくなるでしょうし、はいはい、ワンちゃんも快適に過ごせるとは思います。ちなみに、はい、今日はあの
子犬ちゃんを、そうですね、抱っこさせていただいてますけど、はい、ポメラニアンですね。子犬ちゃんの時と成犬とか、はい、お年寄りになってとかって、はい、温度管理が違ったりするんですか？違いますね。やはり子犬の時期っていうのは、はい、やはり人の赤ちゃんと同じで、こう自分でこう温度管理がまずうまくできない。あ、本当人間と一緒、はい、なので子犬をお世話するときは、はい、やはり大体はこうサークルで生活していると思うので、うん、そこでこう寒さ対策のベッド、まあ、毛布とかね、はい、そういうのをちゃんと入れてあげるとか、はい、あとはゲージサークルの周りを毛布でこう囲って、はい、こう寒い外気を中に入れないとかね。あとはまず最近ではね、ポットカーペットっていうのがペット用のがあって、でどうしても下の温度、低い温度を上げられない場合は、まあ、そういうのを使ってあげると本当に寒さ対策は完璧だと思います。あ、じゃあもう本当、はい、子猫の時は環境管理を、はい、もう私たちが作ってそうですねあげるというのが完璧な、はい、完璧な子犬のお世話でいけると思います。はい、店長目の前に、はいはい、もう成犬ですね。そうです、大人ですもん、はい、今何歳ですか？今4歳です。そう、はい、じゃあもう十分大人ですね。そうですね、はい、すごく時期として、大人の時期としてはすごく、まあ、落ち着いてる時期かなとは思います、うんうん、はい、はい、だってもう全然落ちないし、はい、大人しくしてますもんね、まあ、これも慣れですね日頃からこういうテーブルには慣れてますのでね、はい、あら素晴らしい、はい。ちなみに成犬の温度管理はどのような感じですか？はい、そうですね、成犬の温度管理っていうのは比較的こう自分で温度管理はできます、うん、お、すごい。要は例えば寒いなってこう感じれば、はい、こうあったかいそういう、まあ、マットとかベッドとか、うん、そういうところにも行くし、はい、きちっと自分で温度管理っていうのはできるようにはなってきてるので、あんまり気にしなくてもいいかなとは思います。あ、じゃあ割とじゃあこうお世話的には楽になるんですね、はい、そうですね、うんうん、非常に楽かなと思います、うん、ただ、はい、やっぱりね、こう大人成犬でもどうしてもこう寒くなってくると、はい、あ、寒いかもって飼い主さんがこう、うんうん、とにかくこうあったかくしようしようと思って、いや私そのタイプです、まあ、寒いんじゃないかなって、悪くはないんですけれど、はい、やっぱりこうせっかく これからの時期、毛代わりの時期でもあるし、あ、こう寒さを感じさせないと、はい、冬の毛が出てこないです。なるほど、はい、なのでやはりこう寒くなってきたら適度にその寒さを感じさせて生活をさせてあげた方が、うんうんうん、まあ、より一層健康管理には役立つのではないかなと思いますね。じゃあもう、はい、ちょっとこう鬼の心になって、そうですね、ワンちゃんらしく、はい、やっぱこう可愛いんじゃないですか、はい、寒いんじゃないか、いっぱい可愛いの着せて、あ、そうですね、暖かくしてってなるのが、はい、こう多分みんなの気持ちだと思うんですけど、そうですね、はい、でちょっと鬼の心で、そうですね、ちゃんと冬仕様に鬼の心結構響きます私には。そうですね、いいと思います、はいはい、結構大事ですね、やっぱワンちゃんのために。そうです、うん、ワンちゃんのためでもあるし、はい、その飼い主さんのためでもありますの で、うん、そうですね、はい、鬼の気持ちを持って頑張りましょう。はい、意識してみてください、はい。店長、はい、先ほどとちょっと大きくなった、同じ犬種ですよね。そうです、同じ犬種ですね、うんうん、でも色がこう、はい、やっぱこうシニアな感じが、あ、そうですね、しますね、はい、ちなみに何歳ですか？今10歳になります。お、はい、あららららら、まあ、ちなみにさっきの子とこの子は、はい、まあ、親子関係なんですけれど。あ、そうなんですね、はい、お母さん。お母さんです、はい、はい。ちなみに、はい、もう温度管理というものは、はい、できなくなってくる感じですかね。できなくなってくるっていうよりかも、はい、その温度変化にすごくこう、うん、影響されやすくなるって言った方がいいですかね。じゃあ寒い暑いを感じやすい。そうですね、うん、やはり子犬の時期と結構にお世話の仕方って似てくるんですけれども、はい、
まあ、生検の時ってやはり体もしっかりしてるし、はい、あの毛の量ももちろんしっかり豊富にあります、はい、もちろん今度皮膚の状態も、はい、あの生検の時に比べるとやっぱり年を取ってくると薄くなるし、はい、もう寒さをこうダイレクトに感じてしまうっていうことですかね。ではこれからこうちょっと寒くなってくると思うんですけど、はい、対策としては何がいいんですか？対策としてはやはりあの生検の時の生活リズムっていうのはもちろん、はい、まあ、あると思うんですけれど、はい、そのシニア期に入ってきたらちょっとこう散歩の時間を短縮するとか、うん、なるべくならその体力が低下してきてるっていうのを理解して、はい、その運動させてあげるっていうのが、うんうん、まあ、すごく安心かなとは思います。あ、なるほど、はい、運動しなすぎてもダメだし、はい、程よく本当にそうですね、運動していただくのがいいと思います、うんうん、で今度室内の生活ですけれども、はいはい、まず生検の時と同じようにずっと継続してまず生活していくと思うんですけれど、やはり子犬の時と同じで、まあ、ちょっとこう、まあ、秋口でも少しこう暑い時ってあるじゃないですか。ありますね。まあ、そういう時にすぐこうクーラー、エアコンを使いすぎないですね。やはりこう冷たい空気っていうのはより一層下にこう落ちていきますの で、 そ、 です、ね、でそこでちょっとこう、まあ、体調を崩しやすくもなる、うんうん、であとはあの子犬と同じようにちょっとこうゲージとかで生活をしているのであれば、うん、やはり毛布とかもしっかりとゲージの周りに覆ってあげたり、はいはい、あとはあの、まあ、サークルゲージを使ってね割とフリーで飼ってる方でも、うん、やっぱり寝る場所あったかくできる場所はベッドとか、はい、そういう、まあ、マット、うん、そういうのをしっかりとあの準備してあげると、まあ、優しいかなと思いますね。あ、子犬、はい、生犬、はい、シニアの、はい、3種類今ご紹介していただいたんですけど、はい、全て多分下に温度計を置いて、はい、こうやっぱこう下の温度に寄り添うっていうことが、そうですね、はい、総合的に大事なのかな、一番大事かもしれないですね、うん、思いましたね、はい、それで、はい、やはりこうシニア期の、まあ、生活のまとめとしては、うん、はい、やはりこうワンちゃんが生活する場所の温度のまず可視化と、うん、はい、まあ、それに対してこう寒さ対策できるそのベッド類とかマット類、まあ最悪そのホットカーペットを使ったりとか、まあもちろんですけどちょっとこう暑さを感じた時でも少しこうエアコンのまあ利用はちょっとこうまあ控えめにするようにしてあげるとワンちゃんのこう快適な生活は送れるのかなとは思いますね。なるほど、はい、やっぱこうシニアになるとお肌が敏感だよっていうのを常に意識してあげることが、はい、そうですね、大切なんですね。はい、はい、それとあと研修によってもちょっとこう寒さ対策っていうのはこう変わってくるんですけど、はい、そうか、シングルコートとダブルコートみたいな、そうそうそう、何年か前にありました、はい、そうですね、詳しいですね、はい、で今この子は、はい、まあ、チワワなんですけど、はい、ダブルコート、おう、そして今はこう毛がもうすっかり抜けて、まあ、薄い状態ですね。あ、今薄いんですね、これで、はい、そこからじゃあもっとダブルに、そう、やっぱり寒いからといって暑くしすぎない、はい、やっぱり寒さを感じさせるようにお世話してあげると、うん、はい、これからもっと寒くなった時にお互いがすごく過ごしやすくなると思います、うん、はい、そうですね、はい、ちょっと毛の生え変わりあれ遅いなって感じたら、はい、ちょっとこう寒くするっていうのもあれですけど、こう外にこうちょっと連れ出したりとか、うん、こう少しキュッとこう寒さを感じさせる程度でいいと思います、はいはい、ぜひ皆さんちょっとやってみてください、はい、今回はですね、はい、温度管理ということで、はい、3種類のワンちゃんとともに、はい、あのお話しさせていただいたんですけど、一番思ったのはワンちゃんの目線って低いっていうのがすごい新鮮で、はい、確かにここの感じる温度とここの温度って全然違いますもんね、はい、まあ全然全く違うと思います。本当ですよね、はい、本当寄り添ってこう体調管理を整えながらこう温度も管理してあげるのが本当に大切だなと思ったので、ぜひ皆さんやってみてください、はい、それではまた次回お会いしましょう。